こんにちは、子ども家庭支援センターリボンです。市では11月の児童虐待防止推進月間を中心にさまざまな取り組みを行います。今回は取り組みの一つ、パネル展についてご紹介します。パネル展の第1弾は令和3年度の児童虐待防止推進月間標語、いち早く誰かじゃなくてあなたからをテーマに、児童虐待の現状や虐待防止について紹介します。期間は10月25日月曜日から11月5日金曜日まで、場所は三鷹市役所1階の市民ホールです。第2弾はみんなで見守る三鷹の子育てをテーマに、子育てに役立つ情報や長引くコロナ禍での子育ての工夫エピソードなどをご紹介します。期間は11月8日月曜日から30日火曜日まで、三鷹市教育センター2階子ども家庭支援センターリボンにて行っています。子ども家庭支援センターリボンでは11月8日から30日のパネル展実施期間中に、3歳までのお子さんと一緒に見に来てくださった方に除菌グッズをプレゼントします。除菌グッズはなくなり次第終了となります。全国の児童虐待の相談件数は年々増加を続け、幼い命が奪われる痛ましい事件も発生しています。子どもたちが健やかに育つよう、子育て家庭が安心して楽しく子育てができるよう、この機会に一緒に考えてみませんか。たくさんの方のご来場お待ちしています。